七森くん、今日は短冊になんて書いたの？今日はね、短冊に…あ、七森くんからスイッチスイッチチョリースのパターン。いや、違う、かわいい声いや、七森くん、かわいい声じゃないと。え、幼稚園の子？そう七森くん、どうしたの？七森くんは短冊に何を書いたの？僕はみんなが楽しく幼稚園過ごせますようにって書いた。すごいね。自分のことじゃないんだね。偉いでしょ。偉い。お小遣いは？褒美は？じゃあチョコレートあげちゃうね。いやいくらこれ？原価いくらこれ？先生がお嫁さんになってあげるね。えそれはいいよ。先生、そろそろ現実的に結婚考えた方がいい年齢だよ。